我らが栄光にしたいよ。レンジャー、彼は渡さない。
明らかにクーが持っております。お前はよく使えた。ミナス・モルゼルも授けよう。さあケレブリン・ウォールの指輪を持ってこい。シェロブの処遇はいかに。ナズグルを送れ。一人残らず。本当だった。俺を殺したな。でも生きてる。どんな感じ？生き返るって。痛みはある？苦しいの？街はどうなった？パランティアは？ナズグルに取られた。今は冥王のものよ。負けたのか。戦い続ければいい。ガラドリエルの光をまとっている。指輪を取り戻せるぞ。あなたたちの指輪が元凶なのよ。見えるのか？ええ、見える。お前は一体？奥方の懐刀よ。ガラドリエルが殺し屋風情と組むのか？大いなる脅威に対する同盟ね。あなたたちもそうでしょ。それじゃ指輪の話をして。サウロンを倒す武器だ。シェロブという雲に奪われたが。ナズグルは指輪に引き寄せられる。サウロンに渡すわけにはいかない。ガラドリエルの光を渡せ。落ち着いて。この光は守ってくれるけど、私からは離れない。迅速に動くぞ。ついてこれる？
私のそばから離れないように。それは無視して、脅威ではない。カリオ、指輪だ。なぜだ。必要だから、犠牲が。なぜ今指輪を。軍を築け。道は明らかになる。明らかになる。ナズグルは逃げた。指輪を壊さないと。我らのものだ。あなたは伝説通りね、ケレブリンボール。この指輪は違う。サウロンを倒すためのものだ。指輪に見入られた者は私が殺す。あなたはそうはならないで。時が来ればやるべきことをする。そうね。できるだけ遠くに行って。ナズグルは戻ってくる。常にそう。またどこかで会いましょう。あれはカルナンの森だ。我々には関係ない。タリオン、軍を組織するんだ。ああ。
あれだ、野営地に戦士がいる。我らの戦士だ。強みは指輪の力、そして隠れること。可能ならば形勢が有利になるまで察知されないままでいた方がいい。